山城小学校、これは校庭です。で、体育館、これも結構古くなりましたね。私が6年生ぐらいの時にできましたがね、できてすぐの時にここで NHK のど自慢をやったりしましてね、三河健一が来てました。はい、山城小の正面にできました。これが東玄関。私が通ってた頃は主に高学年でしたがね、今はどうなんでしょう。ここが正門で、一生懸命なんてのありますけど、こちらの石碑、これ私の子供の頃できたはずですよ。この良い子っていう字はみんなで書いてきて、一番上手な人の字をそのまま彫り込んだみたいですが、当然私の字じゃないですよ。じゃあ行きましょう。はい、山城桔梗ヶ丘児童公園というところにやってきました。ちょっと雑草伸びてますね。まあ、私が子供の頃はよく遊びに来てて、だからその頃はこの今はまあしっかりとしたフェンスになってますけど、安全性が高い。当時は今じゃ考えられないんですが、有刺鉄線だったんですよね。子供が遊ぶそういう場所の境目が。で、私はそこに足を引っ掛けましてね、今でも左のすねに傷がきりと残ってるんですけどね。まあ本当血が出て、まあ、いわゆる大脱走のスティーブ・マックイン状態でしたね、その時は。いや、ひどかった。この辺に鉄棒があったはずなんですが、ないですね。私、逆上がりはできましたが、逆上がりしてから後ろ回りというのはできなくて、ここで一人で特訓してた。本当、親もいない一人で特訓してたんですけどね。で、できるようになりました。遊具も減りまして、例えばこのところ、螺旋状の滑り台あったと思うんですが、それもなくなりました。やや寂しいなという気がします。あの向こうの方には少し遊具見えますけどね。で、そこ、少し木に隠れてますが、昔は、ダイナミックプールというプールがあったり、さらにその前はいわゆるヘルスセンター方式なんですが、山城温泉観光センターというのがここにありましてね、まあ、温水プール、温泉プールとも言いましたが、それが売り物でした。最初は山城児童公園だったような気がするんですよね。だから山城桔梗ヶ丘だけちょっと2段になって書いてあるんです。多分そうだったと思います。記憶違いかもしれませんので、あんまり信じないように。はい、これがダイナミックプール、あるいは観光センター土地の桔梗ヶ丘広場というんですが、まあ一面芝生になっちゃいましたね。まあ、ゲートボールには非常にいいのかな。少し起伏があるのでどうですかね。坂上りのダッシュなんかもあるいはいいのかもしれません。まあもう関係ないですけどね。私は、山城温泉の旧市街地から、大和町方向へ抜ける坂道なんですけれども、この脇に、この道が開ける前は、非常に細い車が一台ようやく通れるようなトンネルがあったんですが、痕跡がないかと思ったんですが、ちょっと今よくわからないですね。この辺りどうなんだろう。昔は奉納相撲なんかもやってたから、だらっぴよくなってるのかな。まあちょっと
これから大和町、そして家に向かいましょう。まだ今の季節はいいんですけどね、あと一月ぐらいするとちょっと、熊が怖いかなっていう、歩くのは怖いなっていう感じですね。車でないと、特に夜間車は出ないと怖いです。なんか変な音してますけど、これがですね、車出没地域、時間帯別にアラーム音が流れますってなってます。まあ、この辺がどういうところかっていうのはよくわかりますね。大和町に入ってきました。ちょっと日が昇って逆光なんでうつむき加減のアングルになりますけど、さあここからはよく通ってるコースですが、まあ家に向かって一直線といったところでしょう。